長長谷谷川川豊豊の本本気論論音チャンネルこんにちは <laughs> 長谷ですいやー YouTube 番組を始めてですねチャンネル登録者数がなんと4か月で1万2000突破さあこれからだっていう時にお前は何突然更新をストップさせてるんだと。 言われそうなんですけど本当に皆さんもご存知の通りですねちょっといろいろありまして大変でしたそこでですね本日はスペシャルバージョンということでいつもの7分8分というのはちょっと違いますちょっと長いです長いですがよかったらお付き合いいただければと思いますこちら僕が何を思い何を考えたのかということをですね少し皆さんとシェアできたらなというふうに思うんですねもう本気論本音論チャンネルですから 全部喋りますからね。うん。<laughs> 嘘は絶対つかず、徹底的にもフルオープンにしますわ。なよかったら聞いていただければなというふうに思います。まず皆さんもご存知のようにですね、本当に大変申し訳ない限りです。本当に申し訳ない限りです。ね期待していただいた方も多いと思うんですけれども、えー、私長谷川豊は参院選の出馬に関しては、えー、断念するという決断をしました。 まああのー、しばらく経ちましたんで、えー、気持ちの方は結構落ち着いてます落ち着いてますけれどもさすがに、ね、最初はきつかったですね、10日間ほど固形物を一切食べることができなくなりました、さすがに苦しかったですね、6年越しの、えー、僕の大目標であり夢だったのでそして多くの方々を巻き込んだ夢でしたのでそれを断念するということは精神的にも非常にタフな状況であったことは事実です。まあ、その後ですね 仕事でちょっと奈良の実家の方に帰ることがありまして、まあ、体重は12キロ回復はしたんですけれども現状でいうと以前よりはまだ23キロ落ちているという状況ではありますままあまあ、まあ、いいダイエットになったというふうに思えば,思えばいいのかなというふうに思うんですがその出馬、断念になった理由がですね 1、えー、一本の極めて悪質なですね動画がインターネット上で流出したと流出したというよりはですねもう流されたという状況になるんですが僕のの講演会でですね、えー、動画でした、えー、僕はですね、えー、日本の政治のメディアの裏側ということで、えー、日本中で講演活動を行ってきています。えー、もう 70本以上やったのかな70本弱かぐらいやったんですけれども去年の11月1日にはですね、えー、東国宮文化包丁という大変名誉のある賞もいただきましたし、えー、よく本当にいろんな方々の前でですね日本の裏側ってどうなっているんだで僕の知っている裏側ってということを、ね、懸命に話してきたんですけれどもそのうちの1本ですね、えーまあ、あの撮影をされて、えー、それがあ無断で。 インターネット上で流出すると、えー、撮影等に関しては僕は構わないという話は言っていたんですがただ、ネタバレは困るので、えー、アップロードなどはやめてくださいねこれはもすべての講演会で、ね、言っていたんですけれどが、えーまあ、無断でアップされていたでそのうちのですねおよそ50秒ほどがですね短い動画になって流出していました。もう多くのの方々がご存知の通りですね えー、日本には江戸時代にあまり良くない歴史がありました首脳交渉の下に得た否認人間以下の存在がいるでも人間以下と設定された得た否認の子という方々をね人間以下って言ってねその人たちも性欲があるよ当然,乱暴もはた当然乱暴も働きますねえ得た否認の一族はもう野党労働となって十何人で取り囲んで暴行しようとしたその時侍は妻子供を守るっていうそういう話をするんですよね。 仰天ししましたねなんじゃこれは言った覚えが全くないいやこういう話はするんですよもうこれを見てですね何に仰天したのかというと日本語とししてて成立してないんですよ仮に被差別階級にあった人たちが犯罪者なんだと僕が思い込んでいたとしましょう仮にねだったら僕そう言うんです 非差別階級にあった人が犯罪者です,ですよとでもそう受け取れなくもないんですけどこれ、よく読んでいただいたら分かるんですがそうとも言い切ってないんですよ、これおかしいなぁと思っても大問題になってその後の経緯とかに関してはね、あの馬場幹事長と話をして、これはもうまず全面的に誤って撤回しないと、間違いなくこれおかしいんだけれども、今すぐに否定する材料がない、その物的証拠もない。 こうなったらまず丸山穂高さんの問題でわーっと世間が一心たたきになっていたので収めるしかないっていう発想をしてその後僕は選挙に断念するというところまで行くんですけれどもただですねいくらなんでもまずまずもって変は変じゃないですか。なのでこれ2月の講演会だっていうんで1月2月3月に行われた講演会の主催者に徹底的に電話しました。同録録残してないか同時録画残ししててなないいかか時画 そしたらね、3人の主催者の方が同時録画撮ってるから SD カードを送るよということで SD カードを送ってくれましたで送ってくれたものをやっぱり見るとですね、そもそも全く内容が違うわけです。僕はメディアリテラシーの専門だったので大学でそもそもメディアとかで、ね、流れてるのは嘘が多いいんんでですよ。いろんな日本で流れてる情報、嘘が多いんですよ。 その嘘を一つ一ついいろろ紐解きましょうね実はこの「こんな話は裏があるんですよ」「あんな話が裏があるんですよ」っていう話の中のうちの1つとして「女を三尺下がって歩け」っていう文献があるんですけどそれは違うんですよ江戸時代の話で特に江戸時代は「安全だった」なんていう学説「戦争してない230年」っていう学説があるけどそうじゃなくて江戸時代結構いわゆる山賊が襲ってきたりとか。 民間レベルのの犯罪多かっったんんででですすよよてていう話話最中で話をしてるんですよね例えば山賊たちに囲まれることありますね江戸時代って治安が良かったなんて学説を唱える人もいるんですけど最近の研究では一部の歴史学者の間ではむしろ江戸時代治安悪かったんですよそういうことを書いて本出している人もいますね。と言いますのも小学校時代に習いましたねこれ出典の名って言います。僕たちは突然話しません 出典はちゃんと言いますので小学校時代に習いましたねという話をした上で死の交渉の4段階の微分制度があってその,その人たちってのあくまで普通の人間としての権利与えられてたけど結婚するとか引っ越しとかその下に得たとか否認と言われる非差別階級の人たちがいたんですよ。こんななのの許してはいけないけ差別の歴史ですよねこれは僕らアナウンサー絶対言います。差別階級なんていう ことは歴史としてあったかもしれないけどこれ今の時代許されないですよね僕らは絶対言うように訓練されてますこれがまずないのが僕違和感があったんですで小学校時代にそういうこと習ったけどそういう非差別階級の人たちは引っ越しすることも普通に遊ぶことも友達と学ぶこともできないでも言ってしまうとそういう人たちも性欲もあるかもしれないからひょっとしたら一部そういう人たちが野党とか犯罪集団になったかもしれないけれどもちろん そういう被差別階級にあった人たちが犯罪集団ってわけは当然なくて。言うまでもなく、首脳交渉すべての身分制度において、犯罪者ってのはいましたよ。当たり前ですけど、これ言ってるわけですよ。三つ、すべてにこの言葉があります。三本全部にありました。当たり前ですよね。僕、アナウンサーですから。 それはいくらなんでも、しかも選挙まで半年切っているっていう段階で。僕の後援会には共産党の人や左翼の活動が何人も来ました。もう分かってるだけで十人以上来てます。でも、その共産党員の方も、左翼活動家の方も、今まで僕の後援会を。問題だっていう言った人、一人もいないんですよ。間違いなくみんな。事実だったね、事実しか言わなかったねって言って、帰っていって。 一番おかしいなと思ったのが非差別階級の得た否認が性欲のある野党集団だって僕が2月の公演で言ったとしますよねこれ2月問題になるでしょあのダブルクロス線の前で問題になりますって僕の一挙手一投足は共産党員がむちゃくちゃ見てるんだから待 全く問題にならず僕の参院選の2ヶ月前そして堺井市長選のわずか数週間前のみ突然問題になるっていうんでこれはやられたなというふうには思っていたんです。というのも今一部のアンチ・長谷川と言われる人がもともとの動画がある長い40分の動画があるその動画を見る限り編集なんかされてないっていうふうに言ってるんですけどよく考えてください。 40分っておかししいでしょ僕の講演90分です僕の講演演分分分でですす僕のの段階で半分以上削ってんじゃないですか。どこ削っってるっていう証拠は提示できなかったですけど半分以上削れてるじゃないですかただ維新のファンの方であったり維新の応援団であったりっていう人たちも騙されてしまうような動画でどこ削ったのかどこ編集したのか分かんないっていう人がいたんですよ。 わかんないに決まってんでしょって話なんです。それ、は僕らは分かってあの当たり前の話なんですけど、今の編集技術ってね。僕の youtube チャンネルであっても苗字はあってて下の名前間違えた時とかは？切ってもらってるんです。わかんないように。このできるんですよ。で、これを僕が言ったってどうせ？あのアンチの人も含めてね。 説得力ないっていう人もいるだろうから、ちょっと今日はですね、えっと。実際のプロの方に来ていただきましたので、話聞いてみたいと思います。今日はありがとうございます。あのお仕事をお伺いしたいんですけれど、何をされていらっしゃいますか。はい、えっと、映像編集をもうかれこれ七八年行っておりますね。はい、あのプロの方ということで。ネット上で拡散された僕の動画をちょっと見ていただいたんですけれども。あのー。 ぱっと見、ですね僕がまるで喋ってるかのようになってるんですけれど、僕、ああいう言葉で喋った記憶がないんですね、はい、プロの目から見て、あれは編集されてると思いますかあちらなんですけど、一般的にそ英語を普通に見てしまったらわからないレベルなんですけれども、はい、いわゆる編集ソフトを通じて、一コマずつ、えー、再生してみると、こちら、あのー、映像がずれているっていうのが確認できるんですね。映像がずれててるっていうことは 編集やはりされているというふうに考えていいでしょうかおっしゃる通りですねそうですかあのー、51秒ぐらいの短い映像の中にも、はい、何箇所かじゃプロの目から見ると編集点はある複数箇所を確認できましたあそうですか、うん、えっとでもね僕結構動いてるじゃないですか、はい、でも分からないようになってるじゃないですか、えー、あのまるで僕がスムーズにしゃべってるように見えるんですけどそういう編集っていうのもできるもんですかもうそういうういものがでできてしまう時代ですね そうです。うん、それはプロの方にし,してみると当たり前。それとも一般の人でもいえ、プロだからこそできることですね。じゃあやっぱりプロの目から見るとやっぱプロの手が改造されてるなというふうに思える。そうですね。ああ、そうですか。あの編集ソフトを見ると、はい、どういうところで分かりやすくなるもんなんでしょう。そのコマ送りとかにできるもんなんでしょうか。 そうですね本当に編集相当になるとスローモーションというわけではないんですが一と、ええ、コマずつ絵を確認することが可能になるのでそこで映像がずれているというのが確認でできましたあそうですか、あのー、僕の公演って2月だったんですね、はい、で突然5月の堺市長選の前になって参院選の2か月前になって急にこう拡散が始まるんです。3ヶ月ぐらいあると、うん あのそういう編集っていうのも結構余裕もってできるもんでしょうかはい正直なところを申し上げますと1週間もあれば編集は可能かと思いますそうですかなるほどなるほど分かりましたあの僕が言うのよりねやっぱりプロの方に証言していただいた方がいいのかなと思って今日お時間取っていただいてどうもありがとうございましたいいいいあの聞いていただいた通りなんですけど今のソフトでやったら お聞きいただいたようにプロの方の目から見たらやっぱり編集点は入ってるんです僕も間違いなくそうだろうなと思っていてで、えー、残りの他の映像を見る限りはですね、えー、相当悪質なことをやられたなというまあこれは皆さんのこの YouTube を見た人だけでも結構なんですけれども間違いない話なので一旦もう胸に刻んでいただきたいなというふうには思いますさあじゃあですねななんんででここうういうことをされたのかって話なんですけど これはもう全国的にはちょっとわからない話だと思うんで解説をしますと一言で言うともう堺市長選だろうなというふうに思います堺市長選ってなんかあるんですかねもう昔からむちゃくちゃやってくるんですけど反維新が要は維新って懸命に本当に改革をするんで改革されると困る連中にしてみるともう不都合な真実でしかないんですけど堺市長選の時に 何やられたのかというちょっとご覧いただきましょう,もう僕のもにはもう仲元仲間たちからどんどん情報が上がってきてるんですけど、まあ、まずね、ねこのね看板に落書きこの程度はもう当たり前ですよでも一番ひどかったのがこちらこれ大阪の方々、わかりますすねそうです維新のねチラシですね維新のポスターこういうふうに使ってますよね緑の色もほとんど合わせてますなるほど維新の大阪維新の会っいのはこういうチラシなんだふっと見ると堺市民の税金を大阪府全体で使おう。 大阪の成長を堺市はいいらない維新が言ってるような話になってるんですけど堺の人が聞いいたら微妙に怒るなっていうこのデマビラちなみにこのデマビラは数十万枚から下手したら100万枚を優に超える量が市内にマジでばらまかれてましたとてつもない量でしたこうやって維新を落としていくんです反維新って。 まあ、ほとんど共産党の人間がやってるんでしょうけどね、でも共産党以外も多分やってると言わざるを得ない資金力です。で、これ見ていただいたら分かるんですけれども、これ、もうあの大阪市議さんのフェイスブックにも上がってますけど、これね、もう深夜です、ど深夜に現れて、べりってめくって捨てていく、はい、捨てていくのは何か、長藤秀樹さんの看板とポスターです、もう夜中中、あのデマビラを巻く、巻く、巻く。 で夜中,中、ポスター何十枚剥がされたかいやもう、もう何十枚です全然足りないです余裕で数百枚剥がされましたもうねむちゃくちゃやられたんですよ徹底的にお金かけるだから、堺市長選だ,だけじゃなくて住民投票の5.17の4年前の住民投票の前も僕、キャスターで多さがいましたからとんでもない数の,あの金をかけるんです金と人員を。 でも維新の評価が下がれば違法行為は彼らは反維新っってていうのはは違法行為ででもやってくるんです90分の動画を40分に縮めるのなんて当たり前にやってくるしそれをまことしやかに当たり前ですよっていうふうに広げることなんて誰でもやってるわけなんですよね。さあじゃあ長谷川悔しいんじゃないの悔しいですよ。 参院選諦めるの嫌じゃなかったのうんもう嫌でしたよじゃあ僕が何を思って僕が何を考えたのかここが今日の前置き長くなりましたけど肝ですはい僕はだよねと思いました僕はだよねと思いました YouTube チャンネルをご覧の方には本当に本音で喋ります僕はだよねと思いました 皆さんねこの人覚えてます柳沢さんって言うんですよ昔厚生労働大臣やってたんです超いい人です超いい人です覚えてますかね女性は産む機会発言覚えてますこれ覚えてない人もいるかもしれないんですけど柳沢厚生労働大臣は女性は産む機会だ という発言をしたことにより責任を取って辞任に追い込まれますその後袋叩きになった柳沢さんは静岡の人なんですけれども選挙に出るも落選をしその後もはや今は何をやっているのかわかりませんこの報道したのは僕ですみんなやりましたけどメディア僕もやりましたちなみに柳沢さんは本当は何を言ったでしょうかはい知ってる人柳沢さんはクローズドな 支援者に対する講演会の中で、こう言ったんです。あのね、少子化問題っていうのはね、本当にね、深刻な問題でね、こんなこと言ったらね、気分は悪くする人いるかもしれないですよ。気分悪くしちゃうかもしれないですけれどもね、例え話ですよ。例え話なんですけど、女性をね、産む機会っていうふうに言ったらね、パーンパーンって切らせていただきました。で、女性を産む機会だったらよくわかんないので、女性を産む機会じゃなくて、 女性は産む機会っていうふうに話を変えて袋叩きにさせていただきました女性別紙発言とってやったの僕です僕は講演会に来た人はみんなに言っていることですけれども僕ねクソみたいな男なんですよ。あの民主党政権を誕生させた一役を担ったのも僕だし僕こういうことやってきたんですよ。僕元々 政治家になんかなっても迷惑しかかけないクソみたいな男なんですよ柳沢さん超いい人っすよ女系家族でね女の人に頭上がんなくてねちゃんと勉強してる数少ない人でしたよ選挙前だったんでやっぱ叩けりゃ何でもいいやつって袋だらけにしましたで今も何やってるか分かんないですちなみにあのー、ア,ベマアベプラの画像をちょっと使わせてもらいましたけどねこの人覚えてます赤木さんって 絆創膏事務所費問題でっていうことにしたんですけど皆さん覚えてらっしゃいますかねはいそうです何絆創膏をこって公の場に出てきてんだよっていう持病のね別にね傷があったから絆創膏しただけですよ。ば、うんそうこ大臣袋叩たきにしました2週間ぐらいでやめさせましただから次の人なんて5日ぐらいでやめさせました。毎週のようにに大臣を袋叩きにして 話切り刻んんんんんででで柳沢さも言言言っっっててましたたたよこんなこと言ってなななといいいすす僕が言いたかったのそうじゃないんです聞いてましたけど全部無視させていただきましただってそんなの入れても数字取れないんだもん一番ひどかったのはこれです松岡さん松岡農林水産大臣すっごいいい人でしたすっごいいい人でした僕大好きな人でしためっちゃ勉強してる人ですけどそれ以上にハードのある人でした安倍総理の親友でした 第一次安倍政権はこの松岡さんが自殺をすることによってもうお願いだからこれ以上安倍さんを叩かないでくれ悲痛な叫びとともに自殺をして松岡さんは天国,をた天国へ旅立ってそれを受けた安倍さんは持病が悪化して総理を辞めるんですけれどもその時も僕らは。 お坊ちゃんがお腹痛くてやめちゃいましたよって言って袋叩きにさせていただきました僕の本意ではなかったです僕安倍さん特に第一次安倍政権好きだったので戦後レジームからの脱却って僕はすごく好きだったのででもやっぱり僕のついてる番組のコメンテーターたちも反自民が多かったんでもうそうやらないと自民党を叩かないと温度感上がんなかったし数字は取れなかったんですよね僕ねこういうことずっとやってきた人間なんですよ僕みたいにクソみたいな人間じゃないと 霞が関や永田町は本当に僕みたいな人間が割とわんさかいるひどい世界なんで僕じゃないと改善できないようなシーンもあるかなっていうふうに思って維新の扉を叩かせていただきましたしかといってどうせいずれ維新に迷惑かけそうな時は黙ってすぐに身に引こうっていうふうな思いとともに維新の扉を叩かせていただきましたそれは講演会に来てる人はみんな知ってますよね。 僕言ってましたよね。すいません僕当選できるかもしれないですけど6年持たないですからね僕のやりたいことっていうのはあの天才を引きずり戻すことだけで僕は迷惑にならないところで身を引きますからね僕が身を引いた時に維新の議席が減らないのが全国比例区なんですよそういう話も講演会でねみんなに指摘して,てたでしょ。僕僕ね、ね、ね、クソみたいな男なな男んんですよ。そんな僕が、ね、今更、ね 編集されて切り取られました。お前どの口が言うとんねんっていう話ですよ。切り取られましたじゃねえよって話ですよ。お前やっとったやないかっていう話ですよ。ねえ本音の本音の本当のことを言っていいですか。辛かったんだなあ。って思ってます。松岡さんだけじゃなくて柳沢さんも赤木さんもみんな。僕の時特ダネって視聴率めちゃめちゃ良かったんですよ。 今でこそ視聴率5,6%ですけど得だねって。僕の時って僕とか大村雅樹さんっていうリポーターがもうニュース切り刻んでやってたんで視聴率めっちゃ取ってたんですよ。毎日視聴率12,3%僕が伝えてる朝8時台って12,3%あったんですよ。1500万人とかの前で僕ニュース読んでたんですよ。切り刻みまくってましたもん。辛かったろうなと思いますね。柳沢さんたち無念だったろうなって。 どうのつららげてて切り取られてましただよよよって話でですす因果応報ですよだから僕が参院選出られなくな,なりましたっていうのも多分僕の公式コラム「本気論本音論」を読んで頂い,いて随分あっさりと決断してんなこいつほんとつらかったんじゃないかななんて思う人もいるかもしれないんですけどつらいにはつらかったですけどまあやられて当然のことをやられて退場すべき人間が退場したというふうに思ってます。ぶっちゃけると かかれ早かれ早こんなの去らなきゃダメですよ維新に迷惑かかっちゃう維新の人たちは本当にまっすぐに日本直そうとしてるんだからただ僕じゃないと切り刻めない場所っていうのは確かにあってそこに行きたかったんですけど具体的にはメディアに切り刻みたかったんですけどメディアに切り刻むためにはメディアの中身知らないといけないからこういうまあそれに関してはねまあお呼びじゃなかったと <laughs> いうことで。 だからある意味納得します皆さん方に本当に応援していただいてすごく申し訳なかったなっていうところはすごくあるんですけれども本当に当選できるよっていうところまでね言ってましたけどね、うん、全国20箇所以上で拠点ができて大阪府議会、市議会員、ね、府議会議員と市議会議員の方が30人以上、長谷川絶対応援するからと言ってくださって僕、一旦それでね良かったなって思っているところがあるんです。なので、えー、皆ささんも思っといていいください 切り取られたのはあくまでこの話を全部言ってるのは反維新と言われる維新を潰そうという連中はここまでやってくるんだぜっていう現実を知っていただきたいがために言ってることであって僕の釈明は1ミリもするつもりはないです僕は叩かれて当然ですだから僕がやってたことをやられて退場処分を受けたというふうに思っといてくださいちょっと長いこと喋れましたけどこれが今の僕の本当の本音の 思いですいかがだったでしょうか。